大学を休学してパースのテーフに留学中の岩本夏樹です。私の留学プランは3ヶ月の語学留学と、約半年のテーフ留学です。ここが私のテーフのキャンパスです。これが教室です。テーフでマーケティングを学ぼうと思った理由は、大学1回生から4回生の時まで大学の吹奏楽部の方に所属していまして、その部活の中で広報チーフの仕事、役職をさせてもらってて、インスタグラムの運営であったりとか、コンサートの集客であったりとか、そういった経験がすごく楽しかったので、スキルとしてこう身につけて自分のレベルアップにつなげたいなというふうに思ったからです。ここが私の教室です。特に興味があったり楽しかった科目はマーケティングキャンペーンの科目と、あとはPR、 パブリックリレーションズのユニットです。まずマーケティングキャンペーンは、クラス内で4人ずつグループを作って、その自分たちオリジナルのチームプロジェクトを一から考えるんですけど、それが私たちは、エコカフェっていう環境にすごいカップまで食べれちゃうコーヒーを提供するカフェであったりとか、そのサービスそのものを、セールする、そういうプロジェクトを考えて、なのでそれが本当に一からでめっちゃ大変で、すごい濃い時間ではあったんですけど、それがすごく楽しかったのと、あと PR はそのニュースレターっていうのを、これも自分たちでこう作ったんですけど、それがいわゆる普段メールで自分がこの受信してるあのニュースレター、広告やったのがすごいなんか自分の中で、あ、これかっていうのがあって、それを実感したっていうので、すごく興味深かったですし、すごい楽しかったです。とっても大変だったユニットは、アナライズコンシューマービヘイビアっていうユニットでした。マーケティングにおいての消費者行動のタイプをこう分析して、顧客のタイプをこう分析して、それを評価してレポートにするっていうユニットだったんですけど、先生がこう細かく説明してくださるんですけど、もうそれがもう本当に専門用語が多かったのもあって、もう何を言ってあるかが本当に分からなくて、全ての課題を終えた今はもう自分が何をすべきであったとか何をしたかっていうのはちゃんと把握できてるんですけど、もう途中は本当にただただ分からなくて、なのでもう友達と先生にもう恥を捨てて、とりあえず聞きまくって、もうどんなに簡単なことでもとりあえず聞いて、自分がこう間違ったやり方をしてないかとか、そういうのももう逐一確認しながらなんとか乗り越えました。そうですね、毎日一歩一歩何かしらこう努力をすることでやり遂げる力っていうのが身についたかな、成長したかなっていうふうに思います。あともう一つは、学校のコース自体がマーケティングだけじゃなくて、マーケティングとコミュニケーションのコースだったので、プレゼン力であったりとか、あとはチームプロジェクト内でのコミュニケーションの取り方であったりとか、そういうビジネスにもこう活かせそうなコミュニケーション能力っていうのがアップしたのと、あとはバイト先でこれ日本とすごい違うなって思うことなんですけど、カフェに来るお客さんみんながこうすごくフレンドリーに店員にもスタッフにも話しかけてくださるので、私もそれをするようにどんどんなっていって、なのでそういうこうちょっとした会話のコミュニケーション能力も上がったかなというふうに思います。留学後のプランは、今大学を休学中なので、まずは日本に帰国して、大学に復学して就活をするつもりです。将来的な、プランとしては、まずは、企業に就職して、いつかテーフで学んだマーケティングのスキルを仕事に活かせればなと思います。